12番山川恒雄議員の発言を許します。12番山川恒雄議員。12番江戸子高島の山川です。本日最後の質問で大変お疲れのところとは思いますが、よろしくお願いをいたします。それでは早速ですが、通告をいたしております1項目につきまして、一括質問、一括答弁でお願いをいたします。本年の9月議会で高島市の将来ビジョンについて、市長にお伺いをいたしました。市長からは、10月に策定する高島市町人仕事創生総合戦略で具体的な事業を位置づけて、高島の未来をしっかりと見据えながら、次の世代へ誇りを持って引き継いでいける確かな地域づくりをお示しし、その事業に全力で取り組みますと力強い答弁をいただきました。だから私はこの総合戦略の策定につきましては大変興味深く、また大いなる期待を持って拝見をさせていただきました。総合戦略の基本的な考え方は、将来全国の自治体の約半数が消滅するという実にショッキングな話に対して、人口減少と地域経済縮小の二大克服が大きな柱とされております。それぞれの自治体が立てた政策が万一失敗したら、その自治体は消滅するのです。それくらいに高島市の将来を占う本当に重要な地方創生総合戦略なのです。先の市長の宣言通り、果たして高島市が消滅することのないしっかりとしたビジョンが描けているのか、次の世代への誇りを持って引き継げる高島独自の再生戦略となっているのか、これまでの既存の各事業との整合性はどうなのか、特に実践型地域雇用創造事業との関連についてはどうなのか、改めて以下の項目についてお伺いをいたします。まず1点目は、26年度3月補正予算の可決以降、今日に至るまでの地方創生総合戦略推進事業各6事業の進捗状況と成果及び実績について簡潔明瞭に報告をお願いいたします。2点目、地方創生総合戦略の中に実践型地域雇用創造事業が位置づけられていますが、総合戦略事業全体の予算の概算規模と雇用創造事業の約2億円の事業費について国庫補助との関係はどうなのか、これも市民向けに簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。3点目、実践型地域雇用創造事業について、すでに27年度多くのセミナー等を開催されておりますが、その成果及び実績について改めてお伺いをいたします。3年間で約2億円の事業費規模となるわけですが、総合戦略事業との整合性なり、雇用等の成果目標が万一未達の場合はどうなるのか、また3年間の実施期間が終わった後のビジョンについても、これまた簡潔明瞭な答弁をお願いをいたします。4点目、地方創生総合戦略事業は高島サスティナブルオフィスが事業を推進され、地域雇用創造事業については高島地域雇用創造協議会が事業に携わられ推進されていると聞きますが、お互いの位置づけについて、これも市民目線で納得のいく説明をお願いいたします。5点目、最後に高島市の将来を決定づける、このような大変重要な地方創生総合戦略でありますので、私はこの事業の推進体制については、ぜひとも市長自ら本部長となって、高島市地域創生本部を設置していただき、これまでになかった切実感を持って、市長自ら真剣に取り組む姿勢を市民の皆さんに示
示していただきたい。そのことを強く提案をいたします。地方創生総合戦略推進体制について改めて担当部長の所見を伺います。以上、一括質問を終わります。12番山川恒夫議員の質問に対する当局の答弁を求めます。以上、政策部長。沢政策部長。それでは山川議員の質問番号1の1点目と4点目および5点目のご質問にお答えいたします。各部局にわたります答弁となりまして、少々長くなりますが、ご容赦をいただきたいと思います。まず1点目の地方創生総合戦略先行型事業の進捗状況と成果等についてのご質問にお答えいたします。本年度は平成26年度の繰り越し事業として6事業に取り組んでおります。一つ目に町人仕事創生総合戦略策定事業でありますが、議員各位からもご意見を頂戴し、10月30日付で策定公表いたしました。今後は戦略策定から事業推進の段階に入りますので、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。二つ目の琵琶湖高島ブランド戦略推進事業は、本市が他市と比べて優位性を保ちながら地域の活力を維持発展させ、選ばれる町となり、交流人口や定住人口の増加を図るための調査事業やプラン策定等に取り組んでおります。外部視点によるブランディング調査として、9月25日26日には日本各地の魅力を発見発信している2名のゲストを、お招きし、50名を超える参加者と高島市が優位に立つ事柄や改善点など、高島市の可能性について意見交換をしました。今後も3名のゲストを迎え、アウトドア環境や女性の活躍、またインバウンドの視点から高島市の可能性を探ってまいります。また高校生と市民により高島の食と市等を取材してもらい、高島での暮らしに焦点を当てたガイドブックの作成を始めております。ブランド戦略プランの策定につきましては、去る10月9日に琵琶湖高島ブランド戦略策定懇話会を開催し、今年度中の策定を目途に取り組みを進めております。3つ目の移住定住コンシェルジュ事業については、自然環境や都市との近接性、多様な人とのつながりを生かして、移住者と在住者がともに豊かに暮らせる地域づくりを推進するため、移住定住コンシェルジュを設置し、これまでの相談員1名体制から2名体制とし、情報発信機能や仕事情報の充実を図り、若者等の移住定住を促進しています。定住相談窓口への相談実績は11月25日現在で139件となっており、すでに昨年度1年間の相談件数を超えております。定住実績については20件45人と昨年をやや上回るペースとなっておりますが、相談件数の増加に伴い、今後定住実績がさらに増えてくるものと期待しております。4つ目の特産品国内販売戦略事業につきましては、高島市の農林水産物や発酵食品など特産品の新たな販路開拓を築くため、本市と縁の深い高島屋さんと連携して進めているものでございます。また併せて平成23年度から実施しております高島市農産ブランド認証制度をさらに充実するため、検証と見直しを行うものであります。去る6月に企画コンペを実施し、現在ランドブレイン株式会社大阪事務所に業務委託し、市場調査等に取り組んでいるところであります。5つ目の特産品海外販売戦略事業についてお答えいたします。当該事業は6月8日に高島さらし協業組合内に海外展開に意欲的な若手の織物事業者7名を主体に、高島織物工業協同組合や市商工会、さらには滋賀県東北部工業技術センター、株式会社滋賀銀行、市などで構成する海外戦略プロジェクトチームを発足し、週1回のペースでプロジェクト会議等を開催し、受託事業者と事前調査内容等を詰めております。そして8月17日から10日間の日程で、事前調査対象国でありますインドネシア、マレーシアの2カ国において、高島知事のニーズ把握と誰に何をどのようにして売るかの調査を実施したところです。また10月4日から
9日間の日程で実施しました本調査におきましては、事前調査での結果を踏まえ、新たに作成したサンプル品を持参し、具体的な販売価格や条件面についての整理を行い、一定の商談に結びつけるとともに、さらなる販売の可能性を探るための調査を実施したところでございます。全般を通じての成果としましては、今年度は海外における高島チビのニーズを把握することが主な目的でしたが、高島さらし協業組合を中心に若手の織物事業者の皆さんのやる気と熱意、そして織物産地ならではのスピードのある対応力によりまして、日系大型小売店舗との商談において一定の販売のめどが立ちました。そのほか、貿易実務の勉強や現地での商標登録の申請も行い、海外において戦略的に販路開拓を行うための第一歩が踏み出せたと考えております。最後に6つ目の重要文化的景観を生かした観光振興事業についてでありますが、この事業は国に選定された市内3カ所の重要文化的景観地域で、それぞれの特色を生かしながら観光振興及び地域活性化を図るものであります。現在、地域住民を中心に組織されたそれぞれの地域のまちづくり協議会との委託契約により業務を進めているところです。各協議会では文化的景観を紹介するホームページの作成や案内人の要請を目的とした地域見学会の開催などに取り組んでおり、外部からの来訪者に対して地域の魅力を紹介し、観光客の増加と地域の活性化を目指しているところであります。次に4点目の高島サスティナブルオフィスと高島地域雇用創造協議会の位置づけについてのご質問にお答えいたします。高島サスティナブルオフィスにつきましては、地方創生総合戦略の実効性を高めるため、関係機関との連携のもと、各戦略の推進に関するマネジメントを行う組織と位置づけております。具体的には、総合戦略の点検、見直し及び各プロジェクトの立案と実施、評価において、産官学勤労減と評される行政、事業者、市民、地域団体、専門研究、機関等の多様な主体が関わり、各プロジェクトの意義、狙いと効果等についての共通の認識を広め、課題の達成に向けて取り組んでまいりたいと考えております。一方、高島地域雇用創造協議会は、総合戦略の一事業である実践型地域雇用創造事業を実施する上で、設置が義務付けられた組織であり、実施主体として同事業の事業構想書に基づき、事業者、求職者、転職者にわたる広範な人材育成と創業に向けた商品、サービスの開発を図り、域内の雇用創出を担うという位置づけであります。このことから、総合戦略全般の推進状況管理や効果検証、総合戦略の見直しを通し、事業間の連携を図る上で、高島サスティナブルオフィスは地域雇用創造協議会と連携を図ってまいりたいと考えております。次に5点目の総合戦略推進体制についてのご質問にお答えいたします。総合戦略の推進につきましては、企画調整課内に政策推進室を設置し、関係部下の職員に兼務発令を行い調整に取り組んでおります。本部設置は大変貴重なご提案ではありますが、本戦略の推進実施にあたりましては、高島サスティナブルオフィス事業により官民共同で取り組むとともに、庁内では全部局長で構成する政策調整会議を月2回定例で開催しておりますので、その場で市長を中心にしっかりと政策議論審議をして推進してまいりたいと考えております。以上、私からの答弁といたします。またの商工観光部長。続きまして、山川議員のご質問の2点目、地方創生総合戦略と実践型地域雇用創造事業の事業費また国庫補助との関係についてお答えをいたします。実践型地域雇用創造事業は、雇用機会の創出や人材育成により地域雇用の拡大を図ることを目的に、
昨年12月、市内の7団体により設立された高島地域雇用創造協議会が事業の実施主体となりまして、厚生労働省から直接委託を受け、3年で約2億円の事業を展開しようとするものでございます。この事業は国の総合戦略におきましても仕事創生のパッケージとして位置づけられておりますことから、これを市の総合戦略の基本目標の一つであります高島における安定した雇用を創出するとした政策分野の一事業として位置づけているものでございます。次に3点目の実践型地域雇用創造事業の成果実績及び実施期間終了後のビジョンについてのご質問にお答えをいたします。本事業は事業者向けセミナーと求職者向けセミナーを開催し、それぞれのセミナーを受講された事業者と求職者とのマッチングを図るとともに、森林資源や発酵食品を活用した新商品の開発により波及的な雇用機会の拡大を図ることを目的とした事業でございます。まずセミナー等の成果及び実績についてでございますが、事業者向け及び求職者向けの各セミナーにおきましては、農業、林業、発酵、そしてビジネス、スキルに関連しました内容のものでございます。そうした全13のセミナーにより計61日間の予定で10月から計画的に開催をしているところでございます。11月末までの進捗状況は6セミナー計30日間の開催により、市内事業者29社、求職者115名の受講があり、現時点では国の成果目標の一つであります各セミナーの受講者数であるアウトプット指標はクリアしておりますが、引き続き積極的なセミナーの開催 PR を行い、受講者の確保に努めてまいりたいと考えております。また森林資源や発酵食品を活用した新商品の開発においては、モニタリング調査なども一定終了し、新商品開発に向け計画的に事業推進を図っているところでございます。次に雇用等の成果目標が未達の場合はどうなるのかについてでございますが、国の成果目標としましては、セミナーの受講者数であるアウトプット指標と、就職者数や創業者数でありますアウトカム指標、この2つがございます。この指標が一定達成できない場合におきましては、国の第三者委員会で諮られ、次年度の以降の事業継続の可否が決定されることになります。次に3年間の実施期間が終わった後のビジョンにつきましては、事業実施により獲得いたしましたノウハウまたスキルを生かして引き続き地域の雇用を促すため、本事業により起業いたしました事業者をはじめとし、協議会の構成員や関係機関とのさらなる連携により若年層の都市部への流出を防ぎ、安定的な雇用の創出と地域経済の活性化を図ってまいりたいと考えております。以上、私の答弁とさせていただきます。山川議員、大変丁寧に時間をかけて答弁をいただきました。今回なぜこのような質問をさせていただいたのか、冒頭でも申し上げましたように、9月議会の市長への代理質問で、高島市の将来ビジョンについて伺った結果、地方創生総合戦略で示すということでしたので、改めて今回、総合戦略事業について質問をさせていただきました。答弁を聞いておりまして、何でか確認の意味で再質問をさせていただきます。まず、地方創生総合戦略先行型事業の6事業の進捗状況なり、成果等について報告をいただきました。5年間で500人の雇用の創出、そして5年間で2500人の高島への転入者を増やす計画の先行型事業として、6つの事業に27年度取り組んでこられたわけですが、問題は今後、評価指標を達成するために誰がどのようにして具体的に事業推進を行うのか、その事業を行う主体となる誰がという部分が
まあ、先ほどの答弁書なり、また戦略の中身を見させていただきましても、まあ、私の視点からは、もう一つこう全体像が見えづらい、まあ、そういったことにつきまして、改めて担当部長の所見を伺いたいと思います。佐賀政策部長、お答えをいたします。今回総合戦略はすべてで、29事業ございますが、事業推進は、まあ、各市の担当部局連携をいたしまして、まあ、取り組んでいくものでございますけれども、まあ、行政や特定の事業者だけが、まあ、行うものではないというふうに思っております。先ほども答弁いたしましたように、産官学金労源が連携をしてしっかりと、まあ、進めていくことと、まあ、いたしております。特に、具体的にということで今おっしゃっていただきました、まずは官民共同の高島サスティナブルオフィスでマネジメントや支援する体制をしっかりと構築をしたいと思っております。そして何よりも私も使途が大切であるというふうに思っておりますので、それぞれ29事業に関わります使途、それから団体、これをしっかりと組織づけるということで進めてまいりたいと思います。これが、まあ、誰に値するものというふうに理解いただければというふうに思います。何よりも使途が大切ということで、民の知見またノウハウというものを本当に活用しながらしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。以上。山川議員。まあ、私の言わんとしているところを、まあ、担当部長も理解をしていただいているというふうに思うんですが、この先行型事業の成果に対してたちまち28年度以降の市の予算、まあ、先ほどの答弁の中では、まあ、具体的な答弁はなかったんですけども、まあ、どのような形で反映されるのか、これまで、まあ、戦略の中を見てましても若者定住の問題とかいろんな問題が、まあ、これまでの既存の事業の、まあ、継続的なものがたくさんあるわけです。そうした検証と見直しに対する基本的な考え方がどのようにされて28年度以降の市の予算に反映されるのか、改めてこの点、これも簡潔にお答えいただきたい。以上、政策部長。佐賀政策部長。お答えいたします。まあ、先行型の6事業は、この交付金、基本的には毎年、評価、検証を行いながら、見直しを加えて実効性を高めてまいりたいというふうに考えております。これは地方創生のそもそもの考え方でもあります。平成28年度はその結果を踏まえて、まあ、先ほどご答弁申し上げました6事業のうち、策定業務がございますので、その策定業務を除いた5事業、これは28年度も引き続き事業を継続して予算的には計上をさせていただきたいというふうに考えております。これにつきましてはもう議会の皆さんと共に協議をさせていただきまして、28年度の予算に反映をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。以上。山川議員。まあ、ここで押さえておきたいのは、まあ、28年度の予算の基本方針が出されているわけですね、すでに。まあ、市長いわく、周知と選択、まあ、これ今更ながら申し上げるまでもないわけですけれども、まあ、そういった中でのね、私はこの先行型事業の成果に対する、まあ、予算、これはやっぱり十分心して、提案をしていただきたいなというふうに思います。次にですね、実践型地域雇用創造事業は、まあ、市からの持ち出しはないということであったわけですが、地方創生総合戦略事業については、まあ、5年間で、まあ、およそどの程度の概算の予算規模を想定されているのか、ここら辺が全く見えてきません。で、これはまあ、おそらく国の、まあ、アベノミクスではありませんけれども、コロコロでやっぱり変わってます。ここへ来て、また1億総活躍
事業というか、まあ、そういったことを言うてますし、おそらくまあ国の国庫補助も変わってくると思います。まあ、そういったことであえて、まあ、岩井さんの希望を答弁していただけなかったと思うんですけども、まあ、しかし、大変な私はまあ戦略事業ですんで、まあ、この5年間というのはある程度その今日目標達成のための数字が弾かれているというように私はまあ考えるわけですけれども、当然、どんどんとこう厳しく市の財政事情もどんどんこう厳しくなってくるわけですし、まあ、改めて、市の、まあ、長期財政計画との関わりもこれは見直しなり、これとの関わりでねしていかなければならないというふうに思うんですけれども、まあ、そういったことでの、まあ、戦略事業に対する担当部長の所見をここで確認をしておきたいと思います。沢政策部長、お答えいたします。まあ、総合戦略の概算の予算規模ということでございますが、事業費ベースで、まあ、今年度、先ほどの先行型また上乗せ分といいます事業で、27年度は7729万5000円、これはすでに決定をいたしております。この27年度が総合戦略のスタートの年であります。今年から27年度を含めて5年間というのが地方創生総合戦略の全体事業予算規模ということになるわけでございます。次年度以降おおむね今考えておりますのは年間約1億円の事業規模を見込んでおります。27年度から31年までで概ね5億円ということを想定をいたしております。この財源につきましては新聞等でも出ております来年度の国の新型交付金の動向をしっかりと見極める必要がありますけれども、現在国の概算要求は非常に厳しくなっておりまして、この新型交付金が今年は 100% 交付でありましたが、来年度は2分の1補助というふうにお聞きをしているところでございます。このほか国が定めます総合戦略の中に国費で国が直接交付するような、事業もございますので、そういうものもしっかり制度を活用できるものはしていくという形で今後進めていかなければならないというふうに思っております。加えて本当のこの最近のマスコミ報道によります情報でありますが、実はこの総合戦略本年度に補正予算として地方創生加速化交付金というものが1000億円程度の規模で国の方で検討されているというような情報がございます。このように非常に地方創生に絡みます国の予算が変わりますけれども、市としては先ほど申しました年間1億円規模の事業費でしっかりと地方創生を進めていきたいというふうに考えているところでございます。なお長期財政計画の位置づけでございますが、しっかりと長期財政計画に位置づけて地方創生は優先して取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。以上。山川議員。5億と、そして実践型雇用創造事業2億ですか、合わせて7億と、その宇宙数ではないですね、7億という概算の規模になる。で、非常に財政が厳しい中でね、やっぱりこの7億をやっぱ真剣にね、私は活用して、生かしていただきたいなということで、今回、確認をさせていただいております。で、また実践型地域雇用創造事業に戻るわけですが、3年間の事業実施期間が終わった後のビジョンについて、先ほど答弁いただきました。これまでも厚労省の雇用対策についてビジネスプランオーディションですか、こういった事業が今年もあったわけですけれども、企業された事業者がですね、当初計画の通り雇用の創出なり企業経営がなされているのか、またその地域経済の活性化にどれだけ寄与されているのかということについては、今までからもこの場でいろいろと厳しい、質問なりがございました。非常に私の目からも厳しい評価があるということは
承知をいただいているというふうに思います。だから市からの持ち出しがないと言いましても、私はこの約2億円の事業費、まあ、国費といえども、国民の税金です。だからこういったことを十分ですね、まあ、頭に置いていただきまして、まあ、事業実施期間が終わってもそれぞれに関わっていただいている、まあ、当然メンバーも私も確認をいたしております。まあ、市の職員の OB であったりとかおられるわけですけども、そういった方についても事業終わったらそれで終わりということのないようにですね、私は事業実施後も引き続き、まあ、継続して、まあ、高島市の安定的な雇用と地域経済の活性化のために私は関係者には尽力を願いたいというふうに思うわけですが、まあ、その点について担当部長の私は、まあ、関係者に対する思想的な上限があっていると思いますので、改めてこの場で、確認をしておきたいと思います。以上、また田野商工観光部長、お答えをさせていただきます。まあ、一部先ほどのご答弁とこう重複いたすところでございますけれども、まあ、事業実施に向けましてはこう高島市のこう雇用創出を引き続きこう進めていくということで、まあ、本協議会の構成団体であります、まあ、商工会であったり経済会、まあ、そうしたものをはじめとするこう7団体によります、まあ、これまでのご協力と引き続きまたご尽力もお願いしたいという思いもございます。そしてまたこの今後3年間この本事業でこう使ってまいります、まあ、スキルであったりとか、またノウハウであったりというようなものを生かす中で、今先ほど申しましたこの7団体とのこう連携をしっかりこう図っていく中で、これを創出を引き続きこうまあ進めていくためのまあ体制づくりであったりとか、またが新たな組織であったりとかいうものもこう視野に入れた方向性をこうしっかりと検討していく必要があろうかなと、まあ、重要であろうかなと考えているところでございます。以上です。以上、山川議員。まあ、相当なね、内訳を見ましても相当なやっぱり人件費にが、まあ、事業として挙げておられますので、まあ、その点、常にこの3年間といいますか、私は、まあ、担当部長としてね、指導上限なり、当然見守っていただきたいなというふうに思います。まあ、この総合戦略、地方創生総合戦略事業につきましては、まあ、いろんなマスコミといいますか、ネットでも見ましても、いろんな取り組みが全国的に展開をされております。まあ、85% が既存の事業の継続と言われていることになり、まあ、多くの自治体が民間のコンサル会社に委託しているという、これも批判的な見方がたくさんあるわけです。で、私は民間のコンサル会社に委託しているとされていることは別にいいわけですけれども、本来、まあ、見てますと、この事業に国が求めているのはですね、既存の、まあ、事業の延長線ではなくて、まあ、自治体の現状把握と課題の分析の上に立って、市の将来を見据えた個性的で大胆な政策であるべきだというふうにも書かれてますし、私もそのように思います。まあ、先日、私の集落で、この総合戦略の説明会がございました。まあ、大きくは、人口減少社会への対応ということでの集落座談会であったわけですけれども、まあ、実に多くの貴重な意見が出されました。で、私の集落はまあ30戸足らずの集落ですけれども、まあ、市内200からある区および自治会においても、私はこの戦略事業、市の将来ビジョンを掲げたこの戦略事業について、まあ、説明を聞いていただくと、まあ、それぞれの集落の大小さまざまございますので、それぞれの集落のどんどん若者が出ていって、人口が減っていく、いわゆる限界集落、準限界集落とか、いろんな問題があるわけですけど、悩みのある意見がたくさんあると思う。で、パブコメもいいでしょう。しかし、これから事業推進をされていく中で、私は改めて、まあ、全ての自治会の意見を聞くということは難しいかも分かりませんけれども、まあ、改めて総合戦略事業に対する、まあ、区なり、自治会の関わりということについて、改めてここで私は、まあ、担当としてですね、意見なり、そういったことをできるだけ取っていただきたいなというふうに思うわけですけれども、その点につきまして、担当部長、どうなんでしょうか。総政策部長、お答えいたします。
ただいまの、まあ、自治会の関わりということで、まあ、あの総合戦略の中の4つ目の大きな目標柱の中に、まあ、時代に合った地域を作り安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携するという目標がございます。ここがまあ一番自治会に直結する事業のところでございます。この人口減少社会で一番最初に影響を及ぼしてくるであろう地方地域のコミュニティの崩壊等が危惧されるところでありまして、その点をこの中で今後戦略的に考えていこうというものでございます。実は今年度すでに先行しておりましたもので、春の各区長自治会長会議で、私どもの方から人口減少を考える集落座談会というものを各区長さんに、呼びかけをさせていただきました。まだ数は少ないですけれども各自治会を一つずつ回らさせていただいて、まずは高島市の人口減少の現状等を知っていただいて、今後将来どのように変化をしていくのかというようなことを提案させていただいて、協議をしながら今後の集落区の在り方を、まあ、ご検討いただいているところでございます。今おっしゃっていただいた通りでございまして、今後は特に、まあ、あの各支所を中心にできるだけ多くの自治会に対してこのような説明をさせていただけると大変ありがたいと思っておりますし、そのようにしていかなければならないというふうに考えているところでございます。以上、山川議員。あの、まあ、これまで私もですね、あちこち、まあ、政務調査といいますか、まあ、農業時代からあちこちこう訪ね研修をしてまいりました。で今回この地方創生に関わってですね、特に、まあ、取り上げられているのは、まあ、鹿児島の屋根団の豊重さんのことなり、あるいは、まあ、徳島の上勝町の葉っぱビジネスの横井さん、あるいは過去にはですね、新潟市の時代に熊本は水俣市の地元学の提唱者の吉本さん、いろんな方がやはり人材として活躍をされ、また地域おこしをされていると。で、私はまあそういった観点で先ほど、まあ、担当部長に人材の必要性、あるいはこのことを改めて確認をさせていただいたわけでございます。その点、十分ですね、まあ、もう当然必要ですけども、よろしくお願いしておきたいと。で、まあ、市の将来人口を大きく減少すると。で、地方交付税を含むは収入財源も半減すると。まあ、当然のことながら、まあ、先ほど踊り議員から、職員定数を減らしたらあかんということがありましたけども、まあ、当然のことながらですね、まあ、職員数も大幅に私はまあ削減されて、まあ、公共施設の維持管理や住民サービスも大幅に低下せざるを得ない時代がやがて私は必ずやってくる、今の状況では。だからこのビジョンなんですよね。そうした市のその将来ビジョンを想定した中で、これからの約5年間の総合戦略はまあ推進されるわけですけれども、まあ、この総合戦略事業を拝見する限りでは、私は確かに中身として一部、まあ、ソーシャルファーム支援事業の中で、触れられておりますけれども、どんどんと、まあ、我々団塊の世代がですね、まあ、10年後ですか、10年後には、まあ、後期高齢者になるというようなことで、まあ、高齢者、まあ、多くの高齢者がまあ、少数の若年者に支えられるという、まあ、現状分析が書かれてあるんですけども、私はまあこれはですね、その逆にその現状のそうしたね、多くの高齢者が少数の弱者、あの若者に支えられるというんでなしに、これを逆転とってですね、まあ、高齢者が中心となった、まあ、新たな公共サービスの仕組みをぜひ作っていただきたい。まあ、高島市は元気な高齢者で公共サービスが支えられているというくらいの戦略を改めて私は強力に打ち出していただきたいなというふうに思うわけです。まあ、そういったことも含めまして、まあ、時間的なこともありますので、最後に市長にこの総合戦略に対する所見をお伺いしたいと思います。副市長。
最後にご質問いただきましてありがとうございます。いろいろ厳しいご意見あるいは、まあ、一定評価をしていただいた意見さまざまおっしゃっていただきまして、まあ、以前から申し上げておりますように、市役所の若い職員さん24名でフリーな議論を昨年始めていただいておよそまあ1年がかりで作ってくれました。で通常まあ民間委託で作られているところもあるわけですがまさに手作りでこのような事業を作ってくれました。そしてさらにまあ29の事業についてはできるだけ具体的に実現可能な事業をまあリストアップをしてくれましたので他の自治体に誇れる、まあ、胸を張って、まあ、説明をできる総合戦略に仕上げてくれたなというふうに、まあ、大変感謝をしているところであります。ただこれは、具体的にこれからもすでにスケジュール的には始まって終わりますけども、まあ、いよいよ国の予算措置も含めて安定的にその事業運営していくのはいよいよ来年度からということになります。まあ、そういうことを考えますと今ほどおっしゃっていただきました例えば決して高齢化が問題ではなしにそうした地域特性あるいは生活基盤をどのように将来につなげていくのかというのはまさに本質の議論であろうというふうに思いますので一旦作ったからそれで5年間行きますということではなしにその都度やはり必要な見直しをしながら持続可能な高島の地域づくりに今生かしていかなければならないと改めて今ご質問いただいて認識をさせていただいたところであります。以上。山川議員ありがとうございました。まあ、いろいろと申し上げましたことを十分、まあ、踏まえていただきまして、まあ、持続可能な町高島を目指してですね官民挙げての事業推進に鋭意取り組んでいただきたいと思います。これで質問終わります。以上で12番山川恒夫議員の質問を終わります。